います。
25でロングシートじゃない。キハ85の時は4両とか3両もあったような気がするんですけどね。ちょっと HC85 系になってから柔軟性がなくなったというか、汎用性がちょっと落ちちゃったような気は否めないところがありますが、しかしこの最新型車両の居心地快適なことに変わりもございません。高山からは6両編成に増結をいたしまして、これ見て名古屋まで向かうということになります。本日はね、富山から名古屋までこう全線高山本線を走破してまいりますけど、結構人が多かったとはいえ、自由席でも大変快適に移動できますから、素晴らしい列車でございます。なんといってもこの、ね、貫通路でさえもこの快適であると。少し、しかもね、この運転台っていうのはとても綺麗なんですね。黒基調のこの室内という感じがまた高級感を掻き立ててくれるものでございますが、素晴らしいですね。ということでエンジンがついていますが、そのエンジンは全てモーターに流されてモーターでもって駆動しているということでモーター車で、この電車はクモハという表示が出されておりますね。あとモハとクモハでございますから、完全に電車と同じこの形式表示でございます。そこもまた面白い点ですね。この列車下道を出ますと次は箕面谷に停まります。お出口は右側です。下路を出ますと次は箕面大谷に停まります。まもなく岐阜に到着いたします。2番線の到着、お出口は右側です。乗り換えのご案内いたします。東海道線下り新快速舞丸駅、20時51分発乗り場6番線。東海道線上り新快速豊橋駅、20時50分発乗り場1番線。
各駅に停まります。普通列車の豊橋行き20時57分発。名古屋です。